こちら 4-4-2 を予想します。ゴールキーパーは田口、フォーバック右から高安、柳、森、福村、ボランチは平松と竹澤のコンビで、右に中野、左白井です。ツートップは岩本、金崎が入ります。アウェイチーム YCC 横浜の予想フォーメーション、こちら 3-5-2 を予想しました。ゴールキーパーは児玉、3バック右から柳、二階堂、花房で、アンカーポジションに中里が入って、その前に藤田と堂本置いて、右のウィングバック茅沼、左に古賀で、カルロス・アローヨと福田が前に置くという形を予想します。戻して平松、金崎、ワンタッチで中、白井、金崎のラストパス、抜け出した白井で、前半2分、 FC 琉球がいきなりの先制。決めたのは白井です。白井陽斗、前半2分、いきなりの先制パンチは白井陽斗のゴールでした。金崎のパス、抜け出した白井、右足振り抜いていきました。見事な先制ゴール、白井これで今シーズン2点目です。先制を許してしまった YS 横浜ですけれども、まあ、今シーズン8試合負けなしだった時は、好調だった時は3回の逆転勝ちがあります。やられた後やり返す力を持っているのが YS です。おお、金崎、福田が近いところ、で堂本、ここは高安が体入れて前に蹴り出しました。金崎うまく奪った、花房、花房、茅沼、茅沼がうまく入れ替わって左足振り抜きました。前半早い時間で同点に追いつきました YS 横浜。元琉球のこの花房、うまくインターセプト、そして入れ替わった茅沼、見事左足でネットを揺らしました。花房からのパス、仕留めた茅沼、金崎、また下抜いた、金崎、金崎折り返して、岩本落として、平松、ナイスキーパー児玉、金崎の突破、岩本の落とし、左足振り抜いた平松、岩本が寄せて、白井も寄せます。琉球寄せていきますが、ちょっとスペース空いてるんで、裏へのパスが通る、カルロス・アローヨ、折り返した、茅沼落として打ってきた、 YS 横浜逆転、柳です。カルロス・アローヨが右の後ろ抜けて、茅沼冷静に落としました。そして長い距離走ってきました柳、竹澤が寄ってきて、ワンタッチ、白井、パスずれましたが中野、右サイド、高安送って折り返し、竹澤、ナイスキーパー、福田が降りて受けて、空いたスペース、古賀抜け出した、古賀のパス、茅沼、田口、足を残しました、ナイスセーブです。ここで旗が上がりました。さてボール奪った、あー、中野、ボールを奪って、ゴールキーパー児玉が飛び出していた無人のゴールにすぐさま蹴り込んだ中野、あっという間の同点劇になりました。中野ここで奪って、すぐさま無人のゴール、
あの距離からよく枠に入れました中野克也。13節長野戦以来6試合ぶりのゴールです。今シーズン4点目。追いつきました琉球2対2。空中戦そこを収めていきました琉球。平松またいでまたいで中野だ。中野、中野の右足、ナイスセーブ小玉。後ろから高安跳ね返ったところ、浮き玉、清武、左足を振り抜いていきました。琉球は前からはめる、そういう姿勢を見せてますが、児玉から茅沼、そして茅沼のシュートでした。フリックした、児玉が出る。ここで試合終了の長い笛。琉球対 YS 横浜は2対2、点の取り合いになりました。今日のゲーム、お互いに勝利へ向かって最後まで走り抜きました。激闘でしたが2対2同点という結果になりました。